東京都庁の都議会議事堂の中に保育園がオープンしました。仕事で遅くなっちゃった時の延長保育が夜10時までっていうのがやっぱり一番ありがたいのかな。この都庁保育園は新宿区の認可保育所で朝7時から午後10時まで子どもを預けることができます。対象は2歳までで、定員48人のうち半分は新宿区民、残りを都庁や企業の人が利用することになります。小池都知事は126億円の補正予算案を都議会に提出するなど、待機児童解消に向けた取り組みを進めています。